股関節の動きを良くすることを目的としたスパイダーウォークをご紹介していきます。ワークアウトパートナーの井上大我です。いつもありがとうございます。今回ご紹介をするのはスパイダーウォークという動きになります。このスパイダーウォークという動きなんですが、股関節の連動であったりとか、あとは上半身を使ったり、また体幹を鍛える目的でも使われる運動となります。ただ今回ご紹介をするのは、このスパイダーウォークという動きを使って股関節の動きを良くすると、ここにフォーカスをしたスパイダーウォークについてご紹介をしていきたいと思います。結構お尻周りの筋肉使いますので、股関節の動きが良くなると同時に代謝もだいぶ上がる運動となりますので、ぜひ自宅のトレーニングなどでもやってみてください。では早速始めていきましょう。ではスパイダーウォークの動きについてご紹介をしていきます。まずどんな動きかと言いますと、こう四つん這い手をですね、ついた状態で足を離して、そしてこういう感じで動く運動になります。で、体幹を鍛えるとかという目的であれば、なんか高さを変えないとかですね、そういった注意点もあるんですが、今回一番フォーカスをしていきたいのは、この股関節を動かしやすい、柔らかくする、そういったですね、目的で行いますので、結構体の上下はしてもらっても構いません。で、やり方をですね、説明していきますと、まず、両手をですね、床について足を離します。で、この状態で片方の手をですね、ちょっと前に出します。はい、前に出して、この後ろの手とその足を近づける。で、この時に足の先ですね、まっすぐにすると少し股関節詰まる感じになる方は、あえてこう開いた状態で、そして腰を落とすと。はい、この後移動するときなんですが、こちらの手を一回前に出しながら、反対の足を持ってくる。で、腰を落とす。出しながら、腰を落とすと。はい、こういった運動となります。結構数回やるだけでも、股関節周りも使いますし、ちょっとこう心拍数上がったり、汗ですね、かきやすい運動にもなりますので、ぜひですね、一緒にやってみたいと思います。はい、では、手をついていただきまして、例えばこのぐらいの部屋でも、2、3歩はいけるかと思います。ついた状態から、はい、足を前に出して腰を落とす。はい、落とした時に股関節。はい、反対もいきます。前に出して腰を落とす。出して腰を落とす。はい、では反対ももう一度ですね、向いていただいていきましょう。足を出して腰を落とす。落とすと、はい、こういった運動になります。で、もし意識できる方は、例えばですね、こう、こちらの足を出しているとき、股関節だけじゃなくて、こっちの足の付け根も伸びてますので、横にこう開く、伸ばしと、後ろに伸ばす、このですね、両方が、伸ばすことができますので、ちょっとここも意識してやっていただけるといいかなと思います。ちょっと股関節が硬いなという方は、そんな低くしなくて結構ですので、高い状態からちょっとずつ始めてみると。で、もしできるんだったら、足を大きく開いて伸ばすと。一旦目的でやっていただければと思います。はい、あと手の形ですね、ちょっと分からなくなるという方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでこれは股関節、柔らかくするのが目的ですので、多少手で違っても、しっかりと足が開いて、あと痛みがなければ、大丈夫ですので、ぜひご自身のペースでですね、始めてみてください。では、今回は以上となります。ありがとうございました。